こんにちは、ゆうみです。新年明けましておめでとうございます。一応まあ年明けてね、2019年にはなってるんですけど、エネルギー的な切り替えとしては2月3日の節分が節を分けるっていうので一つの区切りになってるので、まあ今まだねあと1週間ちょっとぐらいあると思うんですけど、この間にね、まあ年始ちょっと忙しいとは思うんですが、まあ去年の生産するものとかがねあったら2月3日までに一つね区切りをつけておいて、2月3日からまた新しく次の1年分のね目標とかスケジュールとかね、アファメーションとかを書かれるといいと思います。でまあ私に関してはまあ今年もそんなに変わらないと思うんです。結局多分アニメと漫画に埋もれて、まあなんとなくカードを読んでたり、まあセッションしたりね、踊ってたりするような一年になるかと思いますが、皆さんとね、一緒に一年楽しく過ごしていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。というわけで早速、2月のね、リーディングをまた12星座別にお届けしていきたいと思いますので、ご自身の必要な部分だけねご覧いただければと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2019年2月太陽星座サソリ座さんたちへ向けたメッセージを見ていきます。感じで出ています。今月サソリ座さんたちに関してはお友達とかビジネスに関する人間関係が大きく変わってきそうっていう印象です。まあここはねソウルメイトに関するカードなんだけど、仕事とか友達関係の中にもソウルメイトっているんだよね。必ずしもこれは恋愛関係じゃないと思います。今回この出方だと特にね。まあ人がね変わってくる時期っていうので離れていく人もたくさんいるとは思うんですけど、自分の心が向く方っていうのを、まあ、一つ基準としてね今月はやっていくといいと思います。特にいいエネルギーの流れが来てますよっていう風に来てるから、自分の心が向かない、まあ、これまでねどんなに仲が良かった人でも自分の心が向かない人っていうのは一旦関係を、まあ、置いとくとか距離を取るとかねしてもいいと思います。正直それは過去のエネルギーだから、今とかこれからの自分自身に必要なものっていうのがちょうど切り替わるタイミングが来てるって思った方がいいと思います。でそれはやっぱり自分の力で切り開くっていうテーマがね一つ来てるので、まあ、それに伴った人たちが、まあ、集まってくるのかなっていうような印象のメッセージになっています。で、まあ、視野を広げてみてもいいかもしれない。 もしかしたらだけどこれまで嫌っていた人とか、あの人ちょっと苦手だなって思うような人との関わりの中にソウルメイトとの関係性が現れてくるかもしれないっていうビジョンが来てるから、一旦好き嫌いしないで今月はいろんな人の話を聞いて関わりを持っていくといいかもしれないです。もちろん基準は自分が何をしたいのか、どう感じるのか、心が動くっていうのをね大切にして人を見るようにする時間にするといいと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ今回はね総評としてだと結構リーディングしてて
読みにくい星座が多かったかなっていうような印象があります。それはつまり個人個人が自分の意思でちゃんと切り開いていくんだよっていうのをメッセージとして伝えたいのかなっていうような印象でした。先月のはね、本当にさって出してパッて読めるっていう感じだったんですよ。同じカードを使ってるのに今月全然なんか読みづらい、降りてこないみたいな感じの星座が多かったので、ちょっと自分でね考える時間っていうのも必要だっていうことなのかなというように私は感じております。2019年の全体的のねメッセージっていうのをおまけとしてねリーディングしたので、それを最後にくっつけておきます。気になる方はそちらもどうぞご覧になってください。いつもとちょっと違うスプレッドなんでね、それも面白いと思います。この動画が面白かった、役に立った、また次も見たいと思ってくださった方はぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。というわけでね、まだ寒い時期が続きますが体調に気をつけて頑張りましょう。で、節分にねもし行動の予定を立てるんだったら全部紙に書いて壁に貼っとくようにしてください。それだけでねうまくいく成功率がすごく上がるらしいんでね、ぜひやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。2019年全体のねメッセージをおまけとしてねお届けしておこうと思います。今回使うカードはこれまでとは違います。このカードはちょっと難しいんでねあれなんですけど、ヘキサグラムでね2019年のメッセージを見ておこうと思います。せっかくだしね。2019年全体の私たちへのメッセージを下ろしてください。ヘキサグラム自体も多分あんまり使わないと思うんですよ。なんたってちょっとややこしいから私もあんまり使わないんでねあれなんですけど、こんな感じで並べます。ヘキサグラムは正三角形の上向きと下向きを重ねたものです。ややこしいでしょ。まあちょっとめんどくさいんだけどこんな感じで見ます。でまあ2019年全体のね私たちへ向けたメッセージっていうところって、まあジャンピングカードとしてはこれなんですよ。まあ他の人の視点で物事を見ましょうっていう感じなんですが、これに関してはハイヤーセルフだと受け取ってください。今に関しては自分自身がどう動けばいいのかとか、どういうふうに社会的にね行動をとっていけばいいのかっていうのをハイヤーセルフとかその、まあ、自分のねガイドたちからの視点として見ていくっていう目をね持っておいた方がいいと思います。でまあこっちを読んでいきますが、一番大事なのはここね、一番メインのところはここなんですけど、そうね全体的に今年私たちはとてもこう精霊っていう言い方をしちゃうけど、そのエネルギー体としての自分自身がとっても繊細になる一年になりそうです。人間であることに変わりはないんだけど、
その人間として肉体を持った状態でも意識レベルって人それぞれ違って、その存在する次元がね、でその意識レベルっていうのが少しずつ上がってきて、それに伴って肉体への害とか、その精神的な害とか、そういうものに対するあの免疫っていうものがちょっとずつ弱くなってきそうです。なぜかというと、それだけ自分自身が有害なものに耐えられないような繊細さを取り戻しているから。今年はそういう1年になりそうです。で、まあ自分がね、どういう人生を紡ぐのかとか、どういう意図を持って今世ね、世の中に貢献するなり、自分自身へ貢献するなり、そういうプランを立ててきたのかっていうのが、今までより明確にはっきりとね、自分自身の目の前に現れてくるっていう流れになってるので、それをしっかりと拾うっていうのはもちろんなんですが、その拾っていくっていうのにも自分自身がね、繊細になる必要があるし、浄化されていけばされていくほど、そのビジョンとかメッセージとか、自分が本来これをやろうと思って持ってきたっていう内面からの声とかを受け取りやすくなるっていうのもあって、今年は我々ね、より繊細に自分の内なる声とか、まあロゴスって言っちゃうけどね、そのロゴスとしての、まあ、意識を受け取るそのセンサーがね、働いてくるような時期になりそうです。で、まあツインフレームっていうのとね、このヒーリングのカードが、まあ、対なんですけど、これは内面的な状況を見るカードと外的なね、状況を見るカードのこれからっていうので見るんですけど、たくさんの人が今年本当に自分自身の片割れで、まあ今世これをやり遂げるってお互いに決めてきた相手と出会うことになりそうです。今年はたくさんね、そういうペアが生まれてきそう。特に日本とか、もう私がね、日本語で喋ってるからあれなんですけど、この日本語の波動を理解する人たちの中にそれは多そうです。言葉ってやっぱり波動が違う分、持ってるエネルギーが違うんでね、日本語には日本語が持っているエネルギーや、それを共有する歴史とか、それに共鳴する波動の魂のグループがあるんでね、で、まあ、そういう中で対をね、見つける人が今年はたくさん現れてきそうです。なんか楽しみですね。いろんなところでそれぞれの波長がね、あったペアがたくさんできるんだけど、結局それが地球の全体の波動をまとめ上げることにつながっていきそうな感じのビジョンが一緒にね、来ています。で、まあ全体はここで見るんだけど、そのままでありなさいみたいな感じのメッセージですね。レッドイットゴーなんで。でもこれは今現状のそのままっていうよりは、自分たちが本来持ってきたロゴスとか精霊とか、そういう意識体としてのそのままに立ち返るっていうプロセスが結構急スピードで大きな変化としてやってくるんだろうなというような印象での出方です、今回はね。でも特にクワインは観音なんでね、日本人すごい馴染み深いと思います。その内面から来る優しさのエネルギーとか、慈愛のエネルギーとか、そういう意識を保つことによって、本来の自分自身とか、自分の対となる人とかね、その対としてのエネルギーを保ったまま出会う相手とか、まあ、たくさんの連鎖反応が今年起きてくるっていうところで、その繊細さ、その優しさ、慈しみ、慈愛、
そういうキーワードが内側からね湧いてくるっていう人がたくさん現れてきそう。そしてそのことを気づかせるような出来事もたくさん起こってきそうな1年になりそうです。たくさんの仲間に出会えるといいですね。そういう1年になりそうです。楽しみ。